フロスビーエース、はい、もうダブルで今日からやっていこうかなっていうね。なんかイエス・マーティンのパクリやろっていう少数の意見があって、そんなイエス・マーティンのことまでこっちは知らねえよと思って、それから見たらあよく似てんなと思ったんですけど、あプロスビー X に見えますけどエースですね、はい、今日はですねガチャ、今タイムスリップセレクションガチャやってますね。今回は、まあ、ロッテだとね井口さんとか、レイスターズだと村田、ジャイアンツ吉村さんとかね、日本ハム高橋慎二とかやってますけど、このガチャはやりません。今回はなんかこの後ダルビッシュのすっごいのが始まるっていう話なんで、そっちはねちょっと頑張りたいなと思って、今は必死にエナジーを貯めていく時期ということで、 TS 第4弾は、残念ながらやらないという。その代わり、何やるんだっていうと、今回はですね今まで食べた、契約書を、10% ね S 契約書とか 30% あとゴールド契約書とかを、引きまくってですね、どこまで里崎の強運ね、前回内と鈴木誠也を全部引き当てたっていうね強運を今日見せれるかっていうところでですね、その契約書の、開封を、やっていきたいと、思いますね。あとちなみに、今必勝アリーナっていうやつをですね、地道に頑張ってですね、今は、いろんな契約書がね当たるというところで、あ、なんかわかんないけど押しちゃった今、何か押しちゃった、か動かそうとしたら契約書を開けちゃった、しかも何かわかんない。これは何なのかな、 S の契約書なのか何の契約書か分かんないですけど、スクロールしようと思って押しちゃった、押しちゃったみたい。もう今グラウンドに出かける。そんなことある。まあまあな、これ何の契約書、普通のゴールドかな、ゴールドっぽいな、何も起こらない、普通至って普通、あゴールド契約書藤岡、危なかった。これあるね、押しちゃうっていうパターンね。で、そのアリーナ秘書法でもらった TS 契約書ね、があるんですけど、まあ、それは全部溜まって 33% のアリーナ契約書で当たった人のねやつにしたいなと。あと必勝アリーナの自チーム契約書はね、もし万が一 TS の 33% X 契約書で誰も当たらなかったら、自チームの契約書は俺井口さんがいいんちゃうかと思ってんだよね、ロッテの。だからこのロッテの井口さんの成績は数値的にはあんまりいいもんじゃないと思うんですけど、いろんな人の話を聞くと、今後ホークス時代の井口さんがタイムスリップで出てくる可能性があるっていう、もしくは OB で出てくる可能性があるっていう情報もあるんで、A 契約書をどれだけ持つかっていうのがポイントです。でそう考えると、このあえて井口さんの A 契約書を集めて、でホークス時代の井口さんが出た時に限界突破まで行けるようにこの A を持っとくっていうところで、今回その美化銀里崎としては、まあ万が一ねその 33% で S が出れば、それに対してA 契約書をね、もし選手によってはですけど作りたいなと思いますけど、もし当たらなかったらもう自チームは全部井口さんにして、ホークスの井口さんが出るまでの待つっていう作戦に、出たいと思います。そういう作戦でも他にも取ってるんですよ今。そういうパターンで取ってるのが、なんといってもこちらです。巨人の戸郷さんです。 A 契約書で全部だから、まあ、戸郷は今まあ今日育ててるんですけど、 A の戸郷が4枚とサンチェスの A が5枚になってるんですよ、もう今。で、これ多分、なんですか、覚醒っていうやつがあったら S になるんですけど、ここはもうあえてしないで。今年、戸郷は新人王クラスの今活躍してるし、サンチェスがちょっと今、怪我で登板回避してるんですけど、まあ、いいピッチングもしてるんで、うまくシーズン終わって、戸郷とサンチェスがいい結果残したら、もし来年、ひょっとしたら、いいパロメーターの数字で、サンチェスと戸郷が来る可能性がある。その時に一気にできるように、戸郷とサンチェスはもう覚醒しないで、あえて A で持っとくっていうね、作戦に出てます。あとは何といっても、これですね。
タイガね、DNA、4倍。もうしっかり、もうすぐ4倍全部レベルマックスにできるんで、ここも E で出たら、一気に限界突破までいけるように、やりたいなっていうね、ところを地道に、毎日地道に、野球も全試合見なきゃいけない、解説も行かなきゃいけない中、地道にプロスピもやってます。結構大変です。でもね、頑張ります。はい、ということで、長い前段は終わりにして、行きましょう。契約書。まあ、じゃあ、まずゴールド契約書。8枚でハッピーになれるのかっていう、里崎のね、企画。今まで3分の1ですよね。だから、打率3割3分3厘。高い。ね。それを、エージェントとかね、グランプリ、地道に集めてきたゴールド契約書8枚。はい、できました。開封。S が出るのか。今、打率3割3分3厘。8枚でハッピーになれるのか。さあ。あら、ちょっと模範のっぽいな。これ、ノーハッピー系か。何も起こらへんぞ。マルチネス。シマツール。ウサミ。ドノウエ。中田翔。清宮。足立。増田。ノーハッピー。くー。4分の1?2 割5分?打率?低いな、おい。まあでもまだ2割5分は最低限やろ。まだでもあるやろ。8枚ぐらい。今4打ついちゃうんだ。さあ、こっから。レッツゴー。ハッピーになりたい。うわぁ、何もない。何も起こらない。これはノーハッピーか?どうなん?お、A のマスター。鈴木大地。大山。中井。ピアヌエヴァ。高橋。中井。柴田。で、一人。まあ、いいよね。でも、5の1の S だけど、5分の3で A は出てる。だよ。だからまあ、ビハッピー?そう考えたら、ハッピーになれてるって。何気に。皆さんどうですか?信じるか信じないか、あなた次第です。プロスピリツイートキャンペーン報酬で5連のやつもらったんで。それ行きましょうか。これには運がついてるっしょ。ね。キャンペーンだから。5連で何?ハッピーじゃない。5連で55。55になるか。さあ行ってみましょう。55になれるのか?これが?見飽きたな、これ。なんもない演出。お、この、カットインの、カットインうわぁ、我おら。終わったよ終わった終わった終わった !A のカット。終わったよ。今、ガラス。これ S 確定だよ。終わったら、確か。今、1個目、A のカット。え、これ5号 ?2 回目来い!あれ?銀次 A。あれ ?A 加藤 ?A 銀次すごくない?来い!来た!たまえ!デッドボールでロドリゲス押し出し。デッドボール。たまえ。小林ゴラシア。いや、すごいね。たまえ、まだ当たったね。これあれだね。ミキサーだね。そんないらないもんね。何個もたまえね。さあ、今回最後にですね、ちょっと服装が変わったかもわかんないですけど、これ新たに、ね、付けました。急遽。ピースを狙え、累計ピース獲得100枚達成の報酬で、S ランクタイムスリップ契約書第5弾のね、契約書をもらったんで、まあ今がね、ダイレクトな、情報じゃないですか。これをですね、今から聞きたいと思います。一番欲しいのはね、堀さんです!やっぱロッテの。やっぱここはロッテの OB として、堀さんを。で、そしてまあここまで、ある一定で、まあリアタイに強くするのもだんだん揃えてきたんで、ここからはですね、まあ二刀流でですね、ロッテ純正を
作っていこうかなっていうところで、まあ、ロッテ純正を作るとともにリア台も強くする、ここ難しいんですけど、ソフトバンク純正とかね、ジャイアンツ純正だと、あの、いい、揃えたらまあ簡単なんですけど、ロッテ純正を、もう、この二刀流で、揃えていこうっていうところで、タイムスリップガチャは、堀さんが欲しい。噂によると、このヤクルトのね、吉井さんが、いきなり何もしなくても、全同地っていうところで、その、熱いっていうところを聞いたんですけど、だから本命は、堀さん。そして、次が吉井さん。だから吉井さんか堀さんが欲しいですね。チャンスアベレージヒッター流し打ちね。残ると。チームの主力としてイチロー片岡に次ぐ打率3割1分2厘は片岡さん。さあ、じゃあ行きましょう。堀さんと吉井さん。だから12分の2、6分の1。最後、5。あ、これだ、あれだ。気合い入れなくても、絶対S は当たるんだもんね。さあ、お願いしますよ。誰だ ?6 分の1よ。堀さん来い、堀さん。